はい、どうも、今日もですね、僕の作ったこの鉢を使ってですね、いろいろやっていきたいんですけど、今日はですね、ちょっといつもと違うのを使ってみようと思います。これ、猫草です。キャットグラス。僕らの世代だと、猫草っていうものイコール猫が食べて、で毛玉を吐くためのもんだと思ってたんですけど、どうも最近はね、違うらしくて、これをね、なんか、ね、猫は嗜好品として食べてるという説もあって、それがね、なんか有力視されてるので、だったらうちのね、家猫麦ちゃんにもね、ちょっと食べさせたいなと思って、こう種からね始めようと思って買ってみました。これ安いですよ。200g、原料はね、塩麦 200g、 全然どこ刺してるか分かんないですけど、で300円とか400円ぐらいでした。すごい安いです。で、もうだったら、出来上がってる、ね、園芸店とかに置いてある出来上がったの食べさせてもいいんですけど、ただまあ、やっぱりね、自分の大事な、こう、猫に、どうやって育てたのか、どんな農薬を使ったのか、どんな肥料を使ったのか分かんないものを食べさせるのは、ちょっとね、忍びないなと思ったので、ほら、我々、こういうね、種から育てるの得意じゃないですか。肥料は何を使ったりとか、薬品もね、体にまあ大丈夫なオーガニックとして使える薬品もありますし、あとはまあ肥料のやり具合とかも管理できますから、まあ、土もあるしね、こういうのねバッチリだと思うので、今日はこれを、種を植えて、でできれば時を飛ばしてですね、ちゃんと草になってる状態をお見せしたいと思います。はい、じゃあ使うのは僕の鉢ですね。これです。まあ、いろいろ色試してみたんですけどね、どうも今一つしっくりこないやつをね、こう自分用として持ってるので、それを使ってきます。もう用土自体はね、ほんと盆栽と一緒。まず粗めの切り砂ですね。大きめのやつで、鉢底に水はけを良くするために敷いてあげて、でもうちょっと小さめの赤玉土と切り砂のこの粒でサラサラサラっとね入れてあげたら、そう、彼にあげるための草はい、ご飯ね。じゃあとりあえず用土入れましたんで、一回ね湿らしてこようと思います。あれ結構でかいなあれ種結構でかいな。ちょっと種出しますね。種結構大きくないですかあ、こういう感じなんだ。じゃあちょっと、まあ、どんぐらい植えるかですね、全然書いてないんですけど、まあちょっとガンガン入れていきましょう。軽く穴開けてですね、これピンセットがいるなよし、差し込んでいきましょう。ういなんか多分大きめのやつの方がいいですよね。あ、これ縦とか横とかあんのかな。ないな。なんか横にバラバラ巻いてるな、写真では。写真というか絵か。滑るむちゃくちゃ滑る。よし、この辺にしときましょう。結構入れたので、じゃあここからどうなるか、さあうまく時が飛ぶでしょうかね。行ってみましょう。はい、できました。やったね。できました。こんな感じになってます。ちょっとゆっくり見ましょうか。まあ、見事にいい感じに入ってますね。扇風機が吹いてるので、こういう風に流れてますけど。よきよき。なんか、この鉢の雰囲気と意外と合うなっていうのにちょっとね、驚きました。これでね、だいたい1週間ですね。で、これね、発芽させるのに日陰に置いといて OK っていうことで、水の管理も超楽でね、暑かったんですけど、日陰にずっと置いといてこの状態になりました。で、だいたい10日から2週間で、まあ、もうちょっと大きくなるのかな。多分これぐらいの高さですよね。園芸店とかで売ってるのね。になるまで、10日から2週間経つそうなので、なんだ、なんか先端から水玉見える。なんだこれ映んないと思いますけど、なんか先端から水玉出てます。すごいな
さて、じゃあね、草はできましたんで、まあ完璧とは言いづらい大きさではありますけど、ここでね、実食してみようと思います。まあ僕が食べるんじゃなくて、今日はね、ゲストの、あ、もういる。よいしょ。はい、麦ちゃん。麦ちゃんに、ちょっと実食して見てもらおうかな。どう？どう？どう？ほら。いけそう？え？いや、いけると思うよ。ねえ、いけると思うからさ、もうちょっと頑張ってみようよ。ほらほら、ほら、嗅いで。ほら、これ。なんか食えそうでしょ？食べんのかい？あ、分かった分かった。カリカリあげるよ。じゃあ見事にね、実食は失敗したんですけど、まあこういう風にね、作ること自体は結構簡単にね、我々できると思いますんで、園芸店とかにね、売ってる猫草、まあキャットグラスってどうやって作っててね、どういう状態なのかちょっとよく分かんなくて、まあ自分のね、大切な猫とか犬とかにあげるのはためられるかなと思うところもあると思いますので、こうやってね、自分で作って、まあ今日は食べなかったですけど、そのうち食べるようにこうずっとほっときますんで、こうやって。これ食べてみない？ほら。これ食べれるらしいよ。これ食べれるらしいんだよ。食べないね。まあ食べないですけど、まあ作ってみてはいかがでしょうかね。そうするとね、盆栽愛好家も、まあ盆栽だけじゃなくて、家庭菜園もできて、で、犬猫のね、なんていうのこれ、嗜好品か。嗜好品も作れると。いうね、いい点があると思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、猫草でした。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。